どうもタッカーです。 MLB ダショー20の発売まであともう少しですね。ということで今回はマーチトゥオクトーバーというモードに新たに追加される8つの要素をね見ていこうと思います。で本題に入る前にマーチトゥオクトーバーって何っていう人のために一応言っておくと、このマーチトゥオクトーバーって実は MLB ダショー19から新たに追加されたモードで、自分の好きな MLB 球団を決めて、で短時間でプレイできるっていう風になってるので、シーズン1試合1試合やっていくんじゃなくて、こうシーズン中の、まあ、貴重な場面、重要な局面をねうまくプレイして、まあ、チームの優勝を目指すっていうモードです。じゃあ早速新要素見ていきますか。まず1つ目、難易度選択にダイナミックが追加されます。ということで今まではまあルーキーからレジェンドまで難易度が選べたんですけど、ここにダイナミックっていう難易度が選べなかったんですよね。それが今回選べるようになるっていうところですね。そしてダイナミックっていう難易度自体も、今まではダイナミックって最初始めるとルーキーレベルからスタートになってたんですよね。でバッティング結果残してったりとか、ピッチングでいい結果残してったりってすると、結果に応じてね難易度がどんどん上がっていくっていうようなものなんですけど、これがねなんか最初からダイナミックをどのレベルからスタートするかっていうのも今回から選べるようになるみたいです。なので例えばベテランとかオールスターっていうレベルからもうスタートしてっていうことができるって感じですね。そして2つ目、7イニングス目からの操作時にいろいろな状況が追加ですね。でこのマーチトゥオクトーバーは基本的にはある試合の7イニング攻め以降からのプレイだったんですけど、座礁19の時はイニングの初めから、まあ、ノーアウトでランナーなしっていう状況からのスタートだったんですけど、座礁20からはランダムでいろんな状況がねスタートになるみたいです。例えばランナー満塁の状態とか、まあ、必ずしもなのでノーアウトランナーなしっていう状況じゃなくって、まあ、アウトもワンアウトだったりツーアウトだったり、ランナーもまあない場合もあるし、一塁二塁三塁とかにどっか埋まってたりとかっていうね状況からプレイがね開始っていう風になるようになったみたいですね。そして3つ目、コールアップオポチュニティ、こちらは MLB のプロスペクト、 AAA の期待の選手をメジャーにコールアップ、昇格をすることができるようになります。コールアップするかどうか自体もプレイヤーが判断できるんですけど、まあ、コールアップする場合はどの選手をねマイナーに落とすかっていうのを選択します。で座礁20からマイナーリーグ、特に AAA だと思うんですけど、そこにいる実在選手も再現することになったので、まあなのでこういう要素が追加されたんじゃないかなと思います。さあ4つ目、トレードの機会が増加です。座礁19では実はねこのシーズン中にトレードって一度しかできなかったんですよね。なんですけど、まあ、座礁20から何回もできるようになって、まあ、この辺に関して回数の制限みたいなことは特に公表されてないんですけど、おそらく制限はないのかなというふうに思います。そして5つ目、ピッチャープレイヤーロック機会が追加になります。先発ピッチャーでトレードもしくはコールアップで自分の選んだ MLB のチームに加わったピッチャーに対してプレイヤーロックっていう機会が訪れます。毎回このタイミングでそのピッチャーをプレイヤーが自操作するっていうことになります。そして6つ目、トレード管理画面の追加ですね。座礁19のマーチトゥオクトーバーのメニュー画面ってかなりシンプルなものだったんですけど、座礁20からはチームの各ポジションのニーズとか、どの部分に補強が必要かっていう部分だったりを確認することがねできるようになりました。そしてチームの中でも手放したくない選手、まあ、スター選手たちのような手放したくない選手とか、あとまあトレード市場に出したくない選手っていうのをあらかじめ選んでおくことができるみたいなので、まあ、このあたり実際どんな感じでね機能するのかっていうのはちょっと情報が少ないので、まあ、実際のプレイでね皆さんに確認をしてほしいなと思います。そして7つ目、マーチトゥオクトーバーで過ごしたチームをフランチャイズモードにデータを引き継ぐことができる。マーチトゥオクトーバーでね1年間こう短時間でねサクッと1シーズンやって、でそのデータっていうのを、まあ、フランチャイズモードに持ってって、でフランチャイズモードで、まあ、じっくり1シーズンプレイするみたいな感じのやり方もできるみたいです。で逆にフランチャイズモードでプレイしたものをマーチトゥオクトーバーに移行できるのかっていうところなんですけど、ここに関しては情報が出ていなくてわからないので、まあ、皆さんの目で確認をしてほしいなと思います。そして最後8つ目、リワードの種類が追加ですね。座礁19ではワールドシリーズで勝たないとリワードっていうのは一切なかったんですけど、座礁20からは合計5つのリワードの獲得の機会があるみたいです。まあ、これはチーム状況
況を表すいくつかのパラメーターの条件を満たすと、まあ、そのリワードが獲得できるみたいなので、せっかくねマーチ2オクトーバーをプレイするのに時間を費やしたのに何もリワードもらえなかったじゃんっていう機会はだいぶ少なくなるのかなと思います。ちなみにその5つのリワードの機会っていうのがファーストハーフ、これまあオールスターブレイクあたりらしいですね。でセカンドハーフ、これがディビジョンシリーズ、そしてチャンピオンシップシリーズ、ワールドシリーズでワールドチャンピオンって感じですかね。ということで、まあ、今回はねマーチ2オクトーバーについて見ていきました。まあ、個人的にはマーチ2オクトーバーって本当に少ししかプレイしたことがなくって、で僕のチャンネルでもマーチ2オクトーバーについては動画は上げていないんですけど、まあ、今回新たにいろいろな要素が加わったので、ちょっとねこれを機に動画でやってみてもいいのかなっていうふうにもねちょっと思ったりもしてます。ということで続々とそれぞれのモードについてのね新要素だったりっていうのもね情報が公開になってきているので、もう発売まで結構近くなってきてますけど、また新たな情報があればこういう形でね動画をアップしていきますのでよろしくお願いします。ということで今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。